どうも、いちおです。はい、今回はこちら。はい、チケットだいぶ溜まってきたのでね、消化していきたいと思います。どうなのかな、泣きのもう1枚とか来るのかな、ちょっとわからないんですけど、まあ7枚全部ね、使い切ってしまいたいと思います。はい。まあ、カウントダウンラッキー装備召喚だっけ、あの辺からね、僕の引きがだいぶ弱くなっちゃってるんで、まあいい装備引けるかどうかわからないけど、目標は70連でチェーン1個、新規ね、チェーン1個、覚醒1個取れればまあね、いいのかなと思います。まあ全然引ける気はしないんですけども、そこ目標に、やっていきたいと思います。じゃあ早速いきましょうかね。いきます、せーの、よいしょ。まあ、かぶりも相当来ると思いますけどもね。まあ、ありがたく頂戴いたします。さあ、来い。おーおーおー、まあ、幸先いいんじゃないでしょうかね。ちょっと出現確率見てないけども。じゃあ、スキップします。はい。これはなんか、T だとかそれっぽいよね。あれ？これ見たことあるぞ。持ってるやつかな？うわあ、やっぱそうだわ。ここで覚醒引くなよ、もう。ね、寄せてくるね、ほんとに。もうさ、決まり。おお、ティーダのオーバーフローギー。これは、ありがたいっすね。ティーダがね、全然装備持ってなくて、アニマレンズで交換した、第2バーストかな、それぐらいしか持ってないので、まあこれはちょっとありがたいっすね。はい、いやー、決まりのね、この覚醒ね、持ってるんですよ。ここで覚醒の引きをね、使ってしまった。もうちょっと厳しいかなって感じしますね。はい、覚醒引けない気がしますけど、まあいいや。もう一回いきますね、せーの、おいしょ。もうどんどんいきましょう。これ2枚目ですね、チケット2枚目。さあ、どうかな。よーし。あー、まあまあまあ、いいんじゃないですか。スキップいきます。よし。あれ？はい。これは新規かな？多分。あー、ちょっとわかんない。見たことあるような、ないようなって感じだけど。お、ニューですね。あら、持ってたか、これ。なんだ、これ。モンブランレジェンドマテリア、あー、はい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 、これは僕このアカウントだいぶ初期のうちにもらったやつかな。うーん、デバフがね、割とちょっと出番がないけど、まあパッションサルサぐらいしか使わないからな。まあ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 、でもいいや。こちらエモ外伝か。まあ状態上1回防ぐバリアはいいけども、まあ使わんな、多分。外伝キャラはとにかく使いにくいっすね。はい、まあいいや。でも新規だから、まあまあ、これはこれでよしとしましょう。ちょっと1回戻っていいっすかね。か、出現確率を見たい。多分、あー、やっぱ 10% か。ミラボ 10%24%。 はい、わかりました。はい、じゃあ、30連目、3枚目か。チケット3枚目、いきます。せーの、よいしょ。さあ、できればもう一個覚醒、引きたいところだけど、うまくいくかな。一個、はい、スキップします。はい、あれ？はい。お、これは見たことないんじゃない？まあ、大体、誰か想像はつくけども、はい、来た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 。はい、アルティミシア。アザス。はいはいはい。アルティミシアは、どうだったっけかな。バースト持ってたかな。ちょっとは、わかんないけど、多分、うん。バースト持ってるかな。まあ、超絶も来てもらってありがたい。はい、アビリティダブルか。よーし。じゃあ次4枚目だったっけ？もうだんだんわからなくなってくるよね。いきます。せーの。よいしょ。
まあ割とでも新規が多めに来てくれてありがたいっすね。はい、1個いきまーす。はい、どうでしょうか。あ、これはセシルか。おお、来た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 、闇セシ来たぜ。あーざーす。よしよしよし、なんかここに来て少しずつ引きが良くなってきてる。セシル覚醒、暗黒セシル覚醒ですねこれね。闇か、ありがたい。ピックアップ装備召喚でね、聖闇のオルランドゥとか、聖闇っていうか闇のオルランドゥ、セフィロスか、もらって聖闇のダークオーディンいけないかなって話してたけど、これでちょっとメドが立ってきたかなって感じしますね。まあこれだけじゃちょっとまだ厳しいかもしれないけど、アニマレンズとかでちょっと見に行ってもいいかもしれない。全然ね闇差し使ってないから、必殺多分これ初かな、必殺ね。まあまあまあ、ありがたく使わせていただきます。はい、よっしゃ。ちょっとわかんなくなってきたから一回戻っていいですか。あと3枚っすね、いきます。せーの、よいしょ。さあここまで来るとあとはチェーン1個、チェーン1個取れば目標到達。新規のやつ、さあいきます。スキップ、はい。あープリッシュとかかな、だね、かぶりだな。はい、まあこれもね、いいんだけど、いいんだけど、まあ使わないかな、ちょっとどうかわかんないですけどね。はい、ナイトメアで活躍すればいいなって感じですね。はい、じゃあいきます。せーの、よいしょ。さあチェイン、新規のチェインなんか欲しいっすね。また1個、また1個か。まあいい、この1個がね使えればいいから、使えるやつだったらいいからね。スキップいきます。アーロンかな、はい。超絶、あー、はい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 。このマットイ、手元の近いモード、侍は描写をするたびに自身の待機時間、クリティカル率が変化か。あー、まあ自分だけか。手元の近いモード終了時に限界突破可能。あー、なるほど。まあアーロンはチェインも持ってるので、まあチェイン以外でこういうこともできると。はい、あ、まあありがたいですね。いきます、せーの、よいしょ。さあチェイン欲しいぞ、なんか新規のやつ。おお、来たー、3つ。これ最後だったっけ。最後に3つは素晴らしいですね。さあなんか使えるやつ、3つのうち1つだけでもいいから使えるやつ、なんかこれは新規だな多分。はい、次、これは持ってると思う、多分かぶりっすね。これは持ってないんじゃないかな。よし、これは、あー、マリアオーバーフロー。はい、まあ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 いいか、新規だからね。で、こちらがかぶりだね。的親か、これもまあまあ強いんですけどね、ゲームで結構活躍しましたね。うん、まあいいや。はい、オルランドゥオーバーフローギー、はい、アザース。オーバーフローギーは何気に嬉しいですね、新規のオーバーフローギーは。はい、もうこれでチケットないんじゃないかな。ないっすね、オッケーオッケー。よし、まあ泣きのも1枚あるのかないのかわからないけども、とりあえずはこれはこれで、はい、終わりたいと思います。またもらっね、泣きの1枚もしあるんだとしてもらったら、また
撮りたいと思います。あとは何かな、ないっすね。まあシリーズ続成ラッキーのチケットは3枚ぐらい持ってたかな。ちょっと重くなってるけど、まあこちらは適当に、4枚持ってますね。まあ今のところまだ保留ですね。ラム挑むにあたって、まあ必要だったら回すかなって感じですけど、なるべくだったら更新を待ちたいところなんですよね。どのタイミングで来るかわからないけども、はい、今回すとまた結構かぶりとかも来そうですし、まあ気持ちとしてはやっぱりシリーズの上部ですよね。上部回してうららの覚醒とか星6000儀、この辺が欲しいところなので、まあちょっと考えます。はい、よし。ミスリルは42個まで来たので、まあなんかイベント来たらね50個いけると思うんで、50個到達したらフェス最後を回したいと思います。ちょっと到達できるか、かなり際どいところまで来てるけども、はい、頑張ります。よし、じゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。